今回は宮崎大学医学部附属病院池上強病院長にお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。平成22年の5月に宮崎大学の医学部には新しい外来棟が完成しました。まあ、この完成した結果ですね、患者さんの受け入れ機能が向上しまして、今まで以上にさらに質の高い医療を皆様に提供できる、そういう体制が整ってまいりました。まあ、宮崎県に唯一の特定機能病院として、最高レベルの医療を県民の皆さんに提供したいというふうに思っております。現在でも先生をはじめスタッフの皆さんは新外来棟によく足を運ばれるそうですね。で、そういうことをすることによって今までの病院の在り方みたいなのもですね、新しいところがいろいろ目に見えてくるようになったと、そういったこともあったと思います。結果的にはですね、宮崎大学の外来のサービスが良くなったというようなことで、患者さん方からもお褒めの言葉を少しずついただくという、そういう状況になってまいりましたね。足を運ぶことによってスタッフの声からできた施設もあるというふうに伺っていますが。そうですね、実はこういう外来っていうので大きな問題の一つがですね、いろんな病気を持った患者さんがお見えになる。で、その患者さんが別の患者さんにその病気が移るかもしれないということがまだ分からないままにいらっしゃるということがあるわけですね。それは我々としては止めないといけないんで、ちょうどこの外来が稼働し始めてすぐの頃にですね、いわゆる流行り目という病気が急にこの広がりまして、この地域にですね、これは病院の中ではそういった病気、特にこの流行り目の病気が広がることを防がないといけないものですから、外来に入って来られたすぐのところに外来トリアージ室という部屋を設けました。ここはそういう他のお客さんといいますか、患者さんにですね、影響を与えるような病気があるかもしれないという方はまずそこに入っていただいて、そして担当の医師が診察をして、で大丈夫だという方がさらに先に行っていただくと、そういうところなんですけども、この外来トリアージ室の横に連なるような形で看護相談室っていうのを設けまして、専門の看護師さんたちがいて適切なその相談に乗ってあげられると、そういうシステムも上手に動き出しているというふうに思いますね。以前の外来棟に比べこの新外来棟、どのような点で改善がされたんでしょうか。実はいろいろな医療情報に関係するようなシステムを大幅に改良して運用することができました。例えば外来で、これまで待ち時間が長かったんですけども、予約制をしっかりするとかですね、あるいは採血を必要とされる患者さんの場合には、早い時間からその採血をするこの機能を働かすとかですね、そういったことで患者さんが実際に主治医の先生のところに行って診察を受けるまでの時間が非常に短縮されたというのが一つあります。それともう一つは、診察が終わった後にですね、医療費を支払いをしていただくんですが、その窓口での計算の時間とか、あるいはその後の医療費の支払いもクレジットカードでできるようなシステムを外来に備えておりますので、患者さん方からはその支払いの場でも、つまり診療が終わった後も非常に時間が短縮されたということで、トータルとして病院にいらっしゃる時間が少なくなったということで、これも喜んでいただいているように思います。一番大きいのはですね、外来の入り口を入ってすぐ右手の方にカフェテリアができたことですね。やはりこれまで我々の病院にはなかった非常に明るい雰囲気がカフェテリア周辺に流れる。それから駐車場の方から入っていただくとちょっと幅広い廊下で比較的長い廊下があるんですけども、そこに地域の子どもたちの描いた絵とかですね、いろんな作品などをそこにこうディスプレイをして、院内美術館的な、そういう雰囲気が出るようになりました。これもですね、地域の皆さんとのコミュニケーションという意味では非常に大きい役割を果たしていると思います。地域とのコミュニケーションを取る場としても役立てられているということなんですね。現在では大学病院や医療体制を取り巻く体制というのは大きく変化しつつあると言われています。今後の課題としてはどんなことが具体的に挙げられますか。今までの大学の機能役割というのは、教育研究というのが日本柱と言
というふうに言われていたわけですけども、まあ、最近ではそれに加えて地域貢献という言葉が非常にクローズアップされてきています。ですから私たち医学部あるいは大学病院としてはですね、まあ、地域の医療により深く関われるそういった大学病院づくりをこれから進めていきたいというふうに思っております。宮崎大学医学部附属病院では新たな取り組みも始まっているそうですね。現時点ではですね、2つの大きな取り組みをみんなで、進めております。一つはですね、若いドクターがいいお医者さんに育っていくためにはどうしても避けて通れないのがこの救急医療、救急医学というところでありますので、大学病院内に救命救急センターを充実させるということであります。もう一つはこの地域にお役に立てる医療を提供できる医師の養成、これも非常に重要でして、まあ、そのためには地域医療学講座というのも合わせて設置しようと、この2つがこれから取り組んでいきたい重要事項のになっております。まずはじめに救命救急センターについて詳しく教えてください。はい、これはですね、まあ、今でも展開されております宮崎県の救急医療をですねさらに充実するという目的で、宮崎大学附属病院の中に救命救急センターを作ると。でこれまで5床のベッドで動いていた救急部をですね20床に増やして、そしてより規模の大きな救命救急センターを作って、そこで多くの患者さんたちを収容していく、まあ、そういうことを考えています。ドクターヘリコプターという制度があります。まあ、これも合わせてですね救急医療の充実のためには必要なことですので、ドクターヘリというのを導入する、それによって宮崎県全域を対象とした救急医療活動ができるようになるだろうというふうに思っております。ドクターヘリのお話が出てきましたけれども、今後はどのような形で活用されるんですか？まずどこかで救急の患者さんが発生したと、そうしますとその最寄りの消防の方からですね救急車がそこの患者さんのところに行って、そして、その患者さんの収容をするわけですね。でと同時にですね、患者さんが非常に重症であると、あるいは非常にたくさんの方が同時に重症されたというような時にはですね、その近くのヘリポートにその患者さんを運ぶと同時に、このドクターヘリの出動要請を我々の大学病院の救急部の方にしていただくということになるわけです。でその出動要請を受けたら、大学からこのドクターヘリがすぐに飛び立ちまして、医師と看護師がヘリコプターに乗り込んだ形でですね出かけてまいります。もしものすごく重症であればですね、そのまま患者さんをヘリコプターに乗せて大学病院に帰ってまいりますし、まあ、ある程度の軽症あるいは中等症であればですね、その地域の最寄りの病院へその患者さんを搬送すると、それは救急車搬送に依頼するというふうに、いろんな段階の患者さんへの対応ができるような、まあ、そういったシステムがこのドクターヘリなんですね。この救命救急医療というのは本当に時間との勝負というのがありますので、そこへ本当にわずかな時間でもですね少しでも早く治療が開始できるということは非常に重要なポイントになると思います。では続いて地域医療講座なんですけれども、この講座なぜ設置することになったんですか？まあ、地域の皆さんからですね必要とされるお医者さんというのは、いろんなことを幅広く見てもらえるお医者さんというのが一番要求されているわけですね。でそういった医師の養成をできるような、まあ、そういった講座を設置したいと。これは宮崎県とですね大学病院とか協力してこの地域医療講座というのを設置する、いわゆる宮崎県の寄付講座というもので、この昨年の4月からこれはスタートしております。例えば大学の医学部の学生教育の中で地域医療というものの重要性をしっかり教育できる、医学部を卒業して研修医になった先生たちがいろんなところをローテーションしながら医師の初期教育を受ける、でその2年間の初期教育が終わったところで今度は地域医療をもっと勉強したいという人、そういう人たちを受け入れる受け皿になるというのが一つの役割だと思いますね。からもう一つはですね、自治医科大学というのがありまして、そこは全国の自治体のサポートで医師の養成をやっているところであります。もっと自分の医師としてのキャリアデザインをしたいというような人たちへの提供の場、それを地域医療講座が受け皿になってやっていく、ある一定の勉強をしたらまた地域に出ていって、地域医療の前線で
活躍するというような、そういうローテーションを地域と大学の中でやりながら、総合的に宮崎県全体が良くなるというようなことにつなげていきたいと思います。大きな問題がですね、女性のお医者さんたちをどのようにこの現場で頑張っていただけるかというシステム作りも非常に重要なんですね。産休あるいは育休後に現場に戻りたいという女性のお医者さんたちがですね、その長い間休んでいたためになかなか感覚が戻らないとか、なんとなく自信がなくなったとかっていう、そういう女性のお医者さんたちのリハビリテーションの場としての地域留学講座、まあ、そういうことも考えておりまして、宮崎県の地域の実情に合わせた、そして宮崎県で必要とされるお医者さんというのがたくさん養成されていくのではないかというふうに思っております。では最後になりましたが、今後の宮崎大学医学部附属病院の展望について教えてください。大学の使命というのに、教育と研究とそして地域貢献というのがあります。ですから大学附属病院としてはですね、宮崎県民の健康を守り、そして宮崎県内の医療体制をしっかり作っていく、そのリーダーとしての役割を果たさなければならないというふうに思っております。おそらくそういったことを県民の皆さんが求めておられると思いますので、そういった面での努力をこれからも続けていきたいというふうに思っております。では宮崎県民の健康を守るということが宮崎大学の使命だということなんですね。今回は宮崎大学医学部附属病院池ノ上強病院長にお話をお聞きしました。池ノ上さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。